ていう大学2年生、はい、2年生のお嬢さんとお父さん、そして後ろにいるのが村尾さんです3人合わせてユイングスと、うん、準備はよろしいでしょうか、はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。ユイングさんです。はい、皆さんこんにちは、ユイングスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、さっきちょっとお客さんの中で踊りたいって方がいらっしゃったんですけど、お声かけてくださいねって言ってたんですが、もし、まあ、最初の曲はちょっとね、うん、皆さんご存知な曲だと思うので、うん、もし座られてもいいし、ちょっと踊りたいなと思ったら踊ってくださっても構いません。よろしくお願いします、はい。ビートルズが日本武道館に来た時に一番最初にやった曲です。ロックンロールミュージックです。Tell me the words that make you love the music. Any way that you feel, it's gonna make me begin losing. Any way that you feel, can you feel like a music? If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I can give you just not a tell.ちょっとさっき蜂っぽいのが飛んでまして、ね、びっくりしちゃって。そうなんですね。はい、はい、じゃあ次はですね、
私とドラムの2人で演奏をする曲になります、はい。まあ、ちょっとコーラス入ってもらうのでね、はい、はい、こんなビートル好きなのにね、弾けなくて、私はここでフーとかハーとか言っております、ね、はい、面白かったら撮ってくださいね。メインはこっちなんで、はい。マジカルミステリーツアーから、ジョン・レノンが100年経っても飽きないと言った曲です。And the Walrus です。50周年を迎えた。でさっきのジョンのね話があったんですね。うん、うん、そうですね。
はい、今年50周年を迎えた、まあ、レッド・イット・ビーというアルバムから、1曲やらせてもらいたいと思います。本当はね、ゲットバックとかそういう曲をやってみたいなって思うんですけど、ちょっとまだまだなもんでね、できないんですけど、まあ、今からやる曲も多分皆さん知ってると思います。I got a feeling です。I got a feeling, feeling with inside. Oh yeah, oh yeah, that's right. I got a feeling, feeling in my heart. Oh no, no.最後の前にメンバーを改めて紹介させていただきます。まずは、私たち出会って50年50年はちょっとおかしいでしょ。ごめんなさい、50年じゃなくて、5年いいから、出会いまして 5年間、ずっと一緒に演奏してくださいました、ドラムの村さんです。イエーイ、はい、ありがとうございます。はい、で最後はユーイングスです。うちでもうこの15分ぐらい歌いましたけど、ちょっと巻きそうじゃないか、押しそうなんで、次行きたいと思いますけど、ユーイングスでメインボーカルの、ユーイです。ありがとうございます。じゃあ
一応言っときます。私の父でありギターボーカルのあ、ボーカルコーラスのヒロさんです。ありがとうございます。ということで、じゃあ次が最後になります。まあ最後といえば最後です。違う、言い方違うけど、まあ最後に一番いい曲を持ってきたと思います。サージェントペッパーズ、ロンリーハーツクラブバンド、リプライズとジエンドです。ナンバーとか楽しめないですよね。決めれないですよね。うん、
ていう、ね、最初にハマったけどちょっと忘れちゃう、最初なんだっけってあるかもしれないね、皆さんね。はい、決めれない感じです。これからの展望はユインですか、まだまだ若いんで。あんまり変わりないですか、私。あなたの展望は何ですか。展望ってこれからの、これからどうするか。新しい曲とかも覚えながら、まあ、今覚えてる曲も、まあ、ちゃんと覚えてやりたいと思います。勉強もね、しないといけなくなってくるもんね。頑張れよ。中学校2年生のゆいちゃんです。まあ、皆さんこれからも応援してあげてください。最初見たのは小学生の時だったのかな。そうですよね、まだね。うん、小さい女の子がね、ビートルズを演奏してたのがびっくりしたんですけどね。中学校の皆さん、はい、これから楽しみです。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。ゆいちゃんさんでした。今一度大きな拍手を。Bye.
とうございました。あとウィーキャンワークイタス、ウィーキャンワークイタスでした、はい、ちょっとさっき蜂っぽいのが飛んでまして、ね、びっくりしちゃって。そうなんですね。はい、はい、じゃあ次はですね、私とドラムの2人で演奏をする曲になります。はい、まあ、ちょっとコーラス入ってもらうのでね。はい、こんなビートルズ好きなのにね、弾けなくて、私はここでフーとかハーとか言っております、ね。はい、面白かったら撮ってくださいね。メインはこっちなんで、はい。マジカルミステリーツアーから、ジョン・レノンが100年経っても飽きないと言った曲です。And the Walrus です。今年50周年を
迎えた。でさっきのジョンのね話は。うん、そうですね。今年50周年を迎えた、まあ、レッド・イット・ビーというアルバムから、一曲やらせてもらいたいと思います。本当はね、ゲットバックとかそういう曲をやってみたいなって思うんですけど、ちょっとまだまだなもんでね、できないんですけど、まあ、今からやる曲も多分皆さん知ってると思います。 I got a feeling です。次が最後になります。その、まあ、最後の前にメンバーを改めて紹介させていただきます。まずは、私たち出会って50年50年はちょっとおかしいでしょ。ごめんなさい、50年ではなくて、5年いいかな。出会いまして 5年間、ずっと一緒に演奏してくださいました。ドラムの村さんです。で最後がユニウスです。うちでもうこの15分ぐらい歌いましたけど、ちょっと巻きそうじゃないか、おっしょうなんで、
次行きたいと思いますけど、ゆいですね、メインボーカルの、ゆいです。ありがとうございます。まあ、じゃあ一応言っときます。私の父でありギターボーカルの、あ、ボーカルコーラスのヒロさんです。ありがとうございます。ということで、じゃあ次が最後になります。まあ最後といえば最後です。いや違う、言い方するけど、まあ最後に一番いい曲を持ってきたと思います。サージェント・ペッパーズ、ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド、リプライズとジ・エンドです。Hey, Jude, don't
ありがとうございました。